ありがとうございます。お願いします。よいしょ。74番、どうしようかな。型破り。めっちゃいない？めっちゃいますね、一般入場の方。フロアマップ見ながら行ってみたいと思います。ありがとうございます。お願いします。僕はちょっとバラエティーから見たいんで、バラエティー行きますね。いやー、ここは因縁のゴッドイーターがあるんですよね。はい、バラエティーなんですけど、いや、ルパン打ったんですけど、僕ヨシキさんとのコラボ実戦でしか打ってないんですよ。ルパン黙っちゃったルパンのラストゴールド行ってみたいと思います。今日一日よろしくお願いします。おはようございます。よいしょ。ソルバチステーションのジャンジャンです。はい、本日ですね、お邪魔してますのは楽園南越谷店さんにお邪魔してます。取った機種、ヨシキさんとのコラボで打った以来のルパンラストゴールドを取ってみました。あの日ですね、結構投資行ったんですけど、最後ゴーマクリした結構気持ちのいい記憶がある台なので、はい、この機会に取ってみました。ちょっと忘れてる部分も多いかなと思うんですけども、思い出しながら打っていきたいと思います。勝利の型破りいきたいと思います。楽園南越谷店さんでお願いします。型破り、型破り。 OK、 久々のルパンのラストゴールド、まだ打ってないことを思い出したので取ってみました。いきます。そして新発売コーラのまさかのエナジードリンク、これ赤色なんで赤ホール発したいと思います。まさかのエナジードリンク、これ赤色なんで赤ホール発したいと思います。リアツしたいと思います。どうしたいの。あー、ドキドキする。ヨシキさんの時5、6万突っ込んだんですよね。確か6万ぐらいいってますよね。からの奇跡の3万発近くまではいけたので、まあ最後まくれるっていう爆発力は体験してるんですけど、まあ熱いものが複合しても裏切るのがルパンですからね。金出たで喜べないんで、フジコゾーン金でトラカットインも外したりするんで、で引いちゃいけないのが初回のライジングチャージの通常ですね。そこだけは回避したいですね。いや、ルパンをですね、久々に打とうと思った理由が、新しいルパンが出るんですよ。それでちょっと踏襲してたら、その時出た時またすぐ思い出せるんで、それも合わせて打っとこうかなと思った理由ですね。一個ちょっと気づいたっていうか気になった点があって、僕当たった時のリアクションワンパターンですよね。あの連打した時に僕大体、いや、もうその時の選手なんでやったーって感じなんですけど、あの後継続機とかだと僕多分10連続ぐらいずっとみたいな感じなんで、ちょっと今日変えないとね。今1万円使って回転率157まで、最初結構悪かったのに回復してきたんで、ストローク変えたら何とかなりそうなんで2枚目入れてきます。なんかぐっすり寝れる方法って知らないです。昨日僕寝れなくて結局ずっとベッドの上にいたんですけど、なんか寝れる方法ないかなと思って、で早く寝ようと思って早めに布団入ったんですけど全然寝れないし、なんか近くの飲食店で昨日なんか喧嘩夜あったらしくて、すんごいうるさくてですね、結局なんか警察が来て制圧してましたけど、ふざけんじゃねえみたいなのがずっと聞こえてて、なんだろうと思って窓バって見たら、他のマンションの窓の人はみんなこうやって見てていや、そりゃそうだよなと思ったもん。でもなんか寝てない方がいいかも、逆に変なテンションでハイになってる。
僕どちらかというと普段もスロースターターなんで朝一は結構かかっちゃうことが多いんですけど、そろそろさ当たりそうなの1個来てもいいよな。おお、びっくりした。片落ちのタイマーチャージかで、車待機なんで保留いいのに変えてくれないかな。ドン、ホールド、ゲジさん保留、赤くれ赤、赤か、ここ赤か、どれか金、とりあえず1個でもいい金、あ、よしよし、とりあえず何色だ、あ、泥棒か。ということはこれ共闘か、ちょっと怖いかも。赤、赤でもない、多分これで共闘ですね。リーチアップ、うわ微妙、当たるとしたらゴリゴリにゴクロフラッシュとか、赤で赤が出たらあのライディングチャージ込みで 98% あるんですけど、そういうのが欲しいですね。何もなかったら当たらないんで、ほぼほぼルーパーンルーパンが来ないと、ルーパンが来ない、トラ緑だ、なんで今日全部緑なんだ。そっちだったら逆に当たる。よしよしよし、いけ、いやここなんだよ共闘の場合は。ダメ、あ、でも共一でした、共一でした。379回転まで上がってくれました。で3枚目行ってみたいと思います。いやこれで当たってくんなきゃ困る。1回ぐらい入賞時フラッシュ絡んでくれよ。バーン、よー開いた、言ってたら開いた、やっぱ言ってみるもんっすね。よし準備中、あ、もう赤に変えちゃう、赤に、赤、あ、何で透かすの。よし11秒かよ、継続でしょうね。あ、リスタートか、あー、ブッシュか。ここでトリガーの方が信頼でアップになります。でもロングラッシュは行ってくれただけでチャンスですね。とりあえず3人まで行こう、2人じゃ足りないんだって。よし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 、まだまだ、ほんまいいや、保留カウントだけ。緑ここを越えよう、赤まで行こう、赤、いやー緑が一番嫌だな。片落ちか、ここの発展は、あー、チャンスパターンですね。ただ赤、赤が欲しかったな。いや保留見てるが気になりますね。まあここは来るでしょう、3人に行かなかったら、そしてチャンスアップが絡まなかったらライジングチャージに行くこと願います。もゴクロフラッシュ入ってくれるだけでいいんだけどな。うん、あー、まあ白か、赤だったらもっと熱かった。3人はいかないですね。ここでトラじゃなかったら、いやもう緑だったら外れてくるもらって、こ、あー煽りないんか。ロングラッシュまではちょっと良かったんですけどね、保留緑止まりはよほど強くない限り緑での図柄ビタはないです。そろそろ当ててよ。刺され、ズキュン、赤保留とか見たいですね。あの宝箱に剣刺さってくるやつも
赤放流と同等あって一番熱いのは灼熱放流で90分ありますね。でも横で僕灼熱放流外したの見て顎外れるかと思いましたもん。浅尾さんですねこの前のな、YOSHIKI さんとのやつのな、最後の爆連を一発でできたらいいんですけどね。なんかその日申し訳なくて、その収録の後に僕と YOSHIKI さん、ただカメラマンスタッフでご飯行こうって話で お店予約してたんですよ。僕が収録の時間ギリギリ後にあの爆連したからみんなで待っててもらってて、すんごい申し訳なかった。結局8時9時かな終わったの。本当に申し訳なかったですね。あれで YOSHIKI さんに結構僕出たんで乗りますかって言ったんですけど、いやいいって、それは最初に言ってないから全然気にせんでいいよって、最後まで頑張んなって YOSHIKI さん言ってくれて、その言葉にあの日は救われました。せめて500万に当たってくれ。こんな 何も来な い当たらないのもしょうがないけど、なこんな何も来ないか。なんかルパンってもうと煽りが結構あるから、なんかクライマックスによくこのラストゴールドは行ってくれる印象なんですよ。で結構外れるって印象なんですけど、もうなんか心躍るようなやつが欲しい。いい音した今横でルパンの赤放流の音した。その赤放流の音まだ一回も聞いてない。はい、3万使って505回転、この回転数僕には SOS にしか見えません。ちょっとご飯食べて流れが変わるといいなという願いも込めてちょっと休憩しようと思います。ちくしょう型破り。お腹は満たされた、ドル箱は何も満たされてないので気合の4枚目。マストで格変に入れなかったらダメですね。もうおやつの時間ですよ。もう今日のおやつエビチリになりました。もう今日4枚目ダメだったらもうリゼロですね。リゼロ打ちますって言って僕リゼロ1回も打ったことないんですけどね。でもあれクジラ倒せばいいんでしょ。美味しく料理してやるよ。ネクスト。あ、それでもいい。 OK OK、 いけ、よし。これでゴールデンタイム取ってくんないかな。いつから歌舞伎に目覚めたんだ銭形は。いらないいらない、もう力添えはいくらでもするから、いいのくれよ銭形。なんでこう当たりばっかり引くかな。バーンとかないよな。おー、ノット当たったよ。529回転でした。ただ当たったんですが、通常は勘弁ですね。確変で、でこのライジングゾーンなんですけど、確変だったとしても意外とクライマックス外すんですよ。なんで強リーチを外したからといって通常だって諦める必要は全くないです。まあ、確変の確率が50分の1なんで、意外とハマるときハマっちゃうんですよね。この20さえ超えてくれれば、ここ超えたら確変の可能性がぐっと高鳴る。よし、トリガーして引かせてくれ、トリガー。よし、よいよいよ、スーパーじゃなくていい。うん、オッケー。でも金赤足りないんだよな。もう一丁必要ですね。ネクストがスーパーじゃないんだって。あ、これだったらネクスト、ここのネクスト結構チャンス。止まれ、
よし、もう老後振ってこい、タイマーとか。いや、赤いかー。よし、ムービー。いやー、あるかな、これあってほしいですね。チャンスアップではない。赤、よし、 50% で金が出てるので京都は行きます。もうこういうのも全部赤でほしいですね。白で 10% です。あ、赤風船だ。チャンスアップですね。もうなんならストーリー行ってほしいですね。ここでご苦労フラッシュの赤来てくれたらもうもらったと思えるんですけど。さあ、もう一人次元。入るだけいい。もう一人、うわー、もう一人がない。じゃあ金が必要だ。トラ、なんで緑だよ。いや、逆にこれ全新潟の歌舞伎チャレンジとか行かないか。よかったよかったよかった、よく、よくないけど超えてくれ。プラス20。あー、ライオンか。ただこの場合のライオンは潜伏の可能性があるんで、まだ諦めるのは早いです。で、このモードに30回転以上滞在したらおそらく潜伏だと思うので、今40時短なんで、70回転超えてもここにいたら潜伏の 確率がぐんと高くなりますね。で、極みになったら潜伏濃厚になります。新雷雲モードは先読みに該当するので、この場合は潜伏も可能性も一応上がってるよってことなんですけど、基本的には先読みとして出てきます。今55なんで、あと15回転ここにいたらおそらく確変でしょう。通常の可能性が一番高いのは20回転連鎖ボナシが通常の可能性が一番高いので、そこは突破しているので、確かに40時短だったら1対1か若干確変の方が高いくらいだと思います。あ、今68、69回転目、70、これで抜けなかったら確変かな。抜け、ないですね。潜伏の可能性が高いです。だから多分 前作の法則引き継いでればもう確変なんですよね。あ、できましたね、極み。これでもう確変状態濃厚です。おい、いや、それ90長いですね。で、これチャンスアップが赤文字と、あと言ってほしいのは4ステップまでですね。ステップ4まで。これで僕ルパンまで行くの初めて見ますね。あ、行かないんだ。行かないと不安だな。ここよ、よ、あ、タイマー2個あかん。あ、変わらないけど、もうチャンスアップてんこ盛りかな。これそしたらクライマックスか。で、もう一個は、あ、これなんだ。プシュンしたら、よし、スカル始まれ。よし、じゃあこれなんだろう。あー、軍か。いや、これかっこいいっすよね。さあ、カットイン、赤ボタン、あー、金カットイン。もうこれでストーリー1は大当たり濃厚ですね。当落です、当落だ。やっと押せた。長かった、ここまで来るの。
で、ここで銭形に勝ったらゴールデンタイムいきますね。まずビラ、あー、ここないですね。で、後ろの雷が赤だったらもう突入濃厚です。雷、あー、これデフォーだ。弱いですね。チャンスアップゼロです。赤ボタン、あー、頑張れ。いや、まだ連打がある。諦めてない。ルパン、ルパン取ってくれ。 いってくれよ。そんな残酷あんまりだよ。空き台あるかなと思ってちょっとプラットも見たんですけど、目星油台もなく、ちょっともう一回、投資も結構いっちゃってるんで、多分目指せるあたりはもう一回だと思うので、ちょっと粘れる限り粘ってみようと思います。吉木さんと一緒の時もこっから3万発近く出したんで、それを信じます。当てなきゃダメだ。いや、気持ちで負けたらダメですからね。ゴールデンタイムに入れてる絵を見せてないのが一番辛いですよ、僕。もうここで保留変わってほしいんですよね。多分刺さって、おーしょ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 、ロゴ中、トラだトラ、赤サード。いや、これ106回転、これで当たったら出玉でつながります。一撃、よっと、僕ルパンダチャンスこれで見るの初めたかも。何ラインかですね。3弱いと思うな。だから中途半端な数が一番弱かった気がするんですよ。4ラインって弱かった気がするんだよな。でも今トラ出ましたもんね。9、いや、どこでもいいから止まってくれ。よし、つながりました。持ち玉でもう上皿あと数個でしたけど、106回転入れよう。かっこいいこの入り方。よっしゃ、次は勝つ。まずビラ1枚以外がいいですね。3枚とかでいいんですよ。よしよし、3枚でいい。チャンスアップです。そして稲妻、白の1本以外で、赤だったら濃厚。よし、3本ならこれチャンスアップですね。2個絡んでます。え、ここで勝て。ルパンいけ。いや、チャンスアップ絡んでるから大丈夫だろう。立て立て、ルパン、ルパン2個絡んだのに。え、今日そういう日なのか。いや、なんかでも時短で戻せる気がする。今これが本当のラストゴールドじゃ。帰ってこいって、マジで帰ってこい。これで最後にします。これ以上入れたら次戻ってくる見込みが限りなく低くなっちゃうので、終えてこれで最後ですね。これはまあプライベートなら私も収録させてもらってるから、なんかごちゃごちゃしててくれた方がまだ助かるんですけどね。開いてくれサード。なんかここアロンアルファ疑惑じゃない、完全密着。なんとか奇跡を、これ起きてくれ。ラストプッシュ、今日奇跡が起こるならここです。あ、赤だ。何色だ。
あ、緑。オッケー。銀次さん行け。これで、いや今日金が出ないですね。か、帰ろ。保留。赤のリスタート、頼む、リスタート OK。 最後の最後、これ多分ラストチャンスですね。チャンスアップは何か欲しい。ないのね。来い、よし。なんならタイプラ欲しいですけどね。じゃあ赤保留にクライマックスか。ご苦労の赤とカットインが緑じゃなければあります。あ、入らないですね。トラならある。トラ、頼む。赤だったじゃん。ここに来ての赤保留外しはもう言葉にならないっす。天気いいのかなと思って来たらすっげー灰色の空でした。はい、もう雨降ってるし本当にすいませんでした。不甲斐ない実戦で5万ストレート回収ゼロです。まあこんな実戦ですけども、まあこういうこともまあ全然あるので、明日から3日間ぐらいお休みなので5万負けたし、僕ともそうでもプライベートで打とうと思います。ありがとうございました。いいんだ、負けるときは負けるさ。あ、金だ。え、あれって何？なんか分かんないけど涙出そう。はい、おお、やった。最後まで見てくれてありがとうございます。この動画が面白いと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。型破りー。